おはようございます。フォルテです、限定 T シャツたくさん買ってくださりありがとうございます。本日はその T シャツを着て何をしていくかと申しますと、15年前の天才ピアニスト少年であったフォルテ氏の演奏練習動画を発掘いたしまっちょ山に捨てられた過去の苦い思い出がたくさん詰まってる、一生懸命練習してるね、過去のフォルテ氏の演奏動画があります、母親にみっちり多分練習されてる伝説の映像が残りました。そこの動画では、フォルテと言わず、僕の本名であるコウキと呼ばれてます。しかし皆さん気にせず見てくださいね、これから見ていただくのはとあるコンクールに多分出ようとしていたフォルテ氏、小学校 3,4 年生、ほんとちょうどに山に捨てられる頃でした。母親の声を公開許諾取りました。それほど真剣に母親と一緒に僕はピアノをやってて、その映像を公開いたします。どんな音を奏でていたのか皆さん興味があるんじゃないですか。早速見ていこうと思いまっちゃ。僕フォルテ、一生懸命弾いてるね。コウ君と言われた左手、母親から鬼の左手と言われましたね。硬い音、硬い。ちょっと皆さんお気づきになった方もたくさんいらっしゃるんじゃないですか。左手が下手くそですよね。左手がってね、ずーっと同じような音を繰り返しております。この時フォルテ氏は自分の音を聞くという行為は一切しておりませんでした。なぜかと申しますと、横に母親がいたので、母が横からずっとアドバイスをしてたので、自分で音を聞くではなくて母親が音を聞いてそれを言葉にしてそれをそのまんま弾くみたいなね、スタイルだったかなと思います。それではこちらどうぞ。聞いているふりです。自分の音一切聞いてないです。汚い、でかい、音がでかいよ、最悪ですね。これはもう皆さんこの顔見てください。目がパンパンです。これなぜかというと前日もものすごく練習してただと思いますね。ものすごく練習をしてて、で、もうやだって結構一生懸命練習をしててね、ゴリラみたいですね。母親に言われ続けて切れたフォルテ、ついにピアノに当たってしまった。汚い、ダメ。どうだ、帰ろうとした。帰らせてくれないんだ。まだ頑張る。終わった。どうですか、まだやると目が腫れてますねまだ引き出すなんて言ったら聞き直してみましょう。そこそこピアノ、音が小さくしてくださいねと言われてます。俺で一生懸命この顔見てください。はい、母上っていう顔してますね。目がパンパン、そして言うことを聞くチンパンジーのような子供フォルテ、行きましょう。母親の顔を確認した。もう一度見てみましょう。これは最悪な例です。自分の音で確認せずに母親の顔色で音を作ってました。それでは見てみましょう。発見、ここ自分の音を聞いてない証拠です。母親の顔色で音を作っています。これ最悪な例なので皆さん真似はしないように。次見てみましょうか。ストップ、小指に注目してください。チョップが連発してます。今まで僕はハノンでチョップはしたらダメってね結構言ってたんですが、チョップ結構してるのでよく見てください。それではどうぞ。ほら、一生懸命弾いてるね。もう今ピアニストとして活動して初めて気づいたんですけども、この時のね、生かされたっていうのは指がよく動くぐらいで、それ以外のね音を聞くという行為に関してはね後から学んだんです、この時は一切自分の音が何が出てるか何も知ってません。気づいてません。聞こうともしてません。なんか言ったぞこれ何を言ったんだちょっともう一回って母親からね、すぐ言われて、やだやだって言ったのかもしれない。ちょっと確認してみましょう。いくよ。もう一回。やだ。無理か。お腹空いたかどっちかですね。この時はこの2単語しか知りませんでした。目ん玉が、ギャンギャンに腫れてますね。フォルデシ、怒ってる。泣きそうになってきたぞー。これやばい。やばいぞー、フォルデ。耐えるのだ。おっと、母親の言うことを聞かずに引き出すフォルテシ。これが山に捨てられる原因です。山に捨てられるといっても近くの山にね、一緒になんかもうほとんどドライブのようなものだったんですけども、かなりね、フォルテシ、その時は山という存在が怖かったんです。このフォルテシを見たらね、やっぱわかりますよね。親の言うことを全然聞かないんです。この時フォルテというのはね、ピアノの先生を母親がしていたので、母親に習っていたって形だったので、常に母親の言うことを聞いておりました。しかし、やっぱり毎日母親が教えてると次第に聞かなくなるんです。それがこの例です。母親の言うことを一切聞かない。母親が喋った瞬間にピアノを引き出す。何も聞いておりません。これは全然成長しませんね。もう一度見てください。母親の顔を伺いながら挑発するように弾きます。始まった引き出した引き出したこういうことです。挑発してます。硬い音がレシーソの時速いって言われて、この表情納得がいってないです。嫌だーっていう顔をした。見ましょう皆さん。泣きそうになってきた。あー、なんだもうやだ。って言ってますね。トマトみたいな少年ですね。嫌になってきた。嫌だ嫌だ引き出した。泣き出した。嫌だ嫌だ嫌だ。怒ったフォルテシの弾いた後のこのドヤ顔を見ましょう。いや、なんかいいな。頑張るフォルテー。嫌だって言ってる。泣くのか笑うのかどっちかにしてくれ。はい。というわけで本日はこんな感じで動画をね終了したいなと思うんですけども、フォルテジ最後の方は泣いてるのか笑ってるのかよく分かりませんでした。この時はね2人ともギラついてましたね。やっぱね長男で初めての第一子ということでね、多分母親もピアニストにしたいっていう欲がたくさんあったんかなと思います。まあでもこの時があるから今僕はこんだけピアノが弾けてるっていうのもあるからね、おはようございますちょっと都庁やったりとか、ね、ストリートピアノでいろんな難しい曲が弾けたりするっていうのはやっぱこういう練習があったからかなと思うのでね、皆さん今まで僕の演奏動画全部見直してください。この動画を見たら多分皆さん思うんです。こんなに昔からフォルテ君って頑張ってたんだ。そうです、昔は頑張ってたんです。だからこそ今までのその演奏動画っていうのはその頑張って集大成っていうぐらいね相当詰まってるのでね、皆さん愛を感じてたくさんね動画を見てもらえたら、僕も母親も嬉しい気持ちでいっぱいかなと思うので、今後もねぜひとも頑張っていきたいなと思っています。ここまで見てくれてありがとうマッチョ。まあこれが好評だったらねまたちょっとね動画をあさってきてまた実況とかをやっていきたいなと思いマッチョ。それではグッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。